種類メーカーハイとマコトツヨを代表する焼酎ブランド、ジンロが昨年、全世界の上流酒ブランドの中で、最も多く販売量を記録したことが集計された。ロッテ種類の、チョウムチョロムとマイズルの、チョウンデーもそれぞれ全世界販売量7位と10位に入り、全世界10大上流酒のうち、韓国焼酎ブランド3つが含まれた。 去る3日英国の種類市場分析企業イスルによると、昨年、人路は9リットルの瓶を基準に7591万本を販売し、全世界販売量1位を記録した。直前年比販売量が0.8%増加し、2年連続1位の座を守った。販売量2位はザビーラゲの、 ルアングクハオで昨年3175万本が販売された。人ロとは2倍以上の差が出た。ロッテ種類の、チョウムチョロムは昨年2555万本の販売量で7位。直前年比の販売量は2.2%増えたが、順位は5位からにランクダウンした。マイズルの、チョウンデイは1855万本を販売し、 販売実績順位に入った。